えた最後の取り組みです。琴勇輝が2勝6敗です。佐田の海が2勝6敗、ここ2日間連敗しています。なかなか中に入って差しての速攻相撲というのが今場所も出すことができません。どうしても佐田の海の立ち合いというのはこうふわっとした立ち合いで怖さがないですからね。相手にとっては突っ張っていきやすいんですね。はい、今日の対戦相手は突っ張り突き放し、過去2回の対戦はいずれも琴勇輝が勝っています。先場所は突き出しで琴勇輝。中に入りたい佐田の海、突き放して離れて勝負を決めたい琴勇輝。立ち合いです。手をついて引き落とし。思い切って突っ込んでいった佐田の海ですが、勝ったのは琴勇輝。これで過去3回の対戦いずれも琴勇輝です。引き落として舞の海さん、はい、この辺りも立ち合いに怖さがないという、如実に出てしまいましたが、まずこのもろ手突きです。もろ手突きで佐田の海の状態がぐっとこう起き上がってしまいますよね。状態が起き上がった時というのはとても危険な状態なんですね、はい、起き上がれば起き上がるほど引かれて前に落ちる確率は増えますね。はい、起こしてからの引き落とし。向正面、雷さん、はい、琴勇輝の方は今日もうまく取りましたかね。立ち合いですね、しっかりもろ手でいって踏み込んでるからあれが効きますよね。佐田の海ですね、やはり舞の海さんおっしゃられますように立ち合いがやっぱちょっとまだ甘いですね。本当に相撲の素質はあるんでですね、立ち合いを強化してどん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 前に、ね、出る相撲を取ってもらいたいですね。はい、